トムロフトのレース場と飼育日誌ハタと一緒に遊びましょうおはようございます1月7日金曜日の朝ですこれは昨日の3時頃の映像です雪が降り続いててそれも大粒の雪この時は一体いつまで降り続くのかなと 思って息を眺めてました。旧車に行くのも大変です。雪をどかしながら、かき分けて、屋上の旧車まで行って、餌をあげてきました。幸い、この雪は夕方の六時ごろ止んでくれました。東京の雪は、私の感覚だと、成人式前後で一回雪が降って、その後、二月に入ってから二、三回と。 いうことで年4,5回しか降らないんですけどもそのうちの1回これは貴重な雪降りの時の映像になります今日の朝は一面の銀世界に変わりました空は雲一つない快晴。風は冷たい北風2メートルから3メーターぐらい吹いてます富士山も今日は綺麗に見えますね雪景色最高の景色です 旧車内の気温はマイナス2.0寒い朝ですねもう靴の底には雪がくっついて歩いていると滑りそうですペンギン歩きをしないと滑ってしまいます昨日東京西区連盟の令和3年度昨年ですね1年間の成績表が届きました この成績表は東京インシク連盟全連合会の成績が載っています私の所属する多摩中央連合会これも載ってまして自分の成績はどうだったのかなと思って昨年度振り返って見てますこの成績を見てまして一番思ったのは昨年500キロレジナルレースの時の期間率が全体としてはまあまあなんですけども私の旧車はやっぱり悪くてここで 大幅な波数減ということでその後のレース展開が相当苦しくなりましたそれと昨年は900キロ、1000キロ、1100キロこの3レースの天候があまり良くないという判断からレース参加を見送りましたまあ、この見送ったってこと自体もちょっと寂しかったですねなんとかこの辺、えー、今年は参加できればいいなぁなんて思ってますこの成績表を見て一番楽しいのは 各連合会で上位の一位から三位の波との血統書が載っていますこの血統書を見てどういう血統の鳥が今飛んでいるのかなというのをこう眺めるのもこの成績表が来た時の楽しみですこれはまだ昨日来たばかりなので会員全員に届くにはもう少し時間がかかるんじゃないかなと思っていますこの成績表が届きますと昨年一年間の一つの区切りということでこれからまた新たな 年の始まり今年の春は頑張るぞという燃えたぎる気持ちになる雪の降った翌日の朝になりました今日は旧車の屋根の上に厚く雪が残ってますし毛巾が来るんじゃないかなという心配で車外をやめてます鳥の状態は良好ですね餌の食べ方も順調ですし糞の状態も昨日寒かったりには問題ないかったです明日から 車買を開始し、あるレースに備えたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。